日本各地にはさまざまな伝統行事が存在しているそれぞれにさまざまな由来があり長い歴史を持つ今回我々は大阪から約1 6 0 0キロ離れた石垣島へと向かったこの島にも独自の伝統行事が今もなお受け継がれているそしてこれらの行事は島の歴史をつなぎ人々の心をつなぐ かけがえのないものであるということを知った踊りを踊れるっていうこの嬉しさっていうのがありますかね子どもたちともそうだし自分のお兄ちゃんお姉ちゃんまお父さんお母さんとも一緒に踊ったりとかもするのでその辺で絆深いかなと思います石垣島の方々は島にゆかりのない私たちの取材に対しても くく受け入れてくれてたこうした人々の優しさ島の中で感じる温かい雰囲気その源は島民が大切にしてきた伝統行事なのかもしれないうんそうそうでね私はね皆さんにねあの何かね分かってもらいたいことが一つあるでね 私がね、言いたいことは華やかで大いに盛り上がる行事、そこには日頃の感謝、未来への願いが込められていた石垣島、人口は約5万人。 沖縄本島からも約400キロ離れたこの島には本当とは違う方言が存在しており独自の文化行事が今も残っている石垣島の行事は地区ごとに行われる祭りに向けての準備や練習を一緒に行うことから地区の中でのつながりが生まれ当日も地区の人たちと大いに盛り上がることができる。 そんな祭りを石垣島の人は毎年楽しみにしているカビラはこの棒二人で戦うものがあるんですけど今回お話を伺うことができたのは高峰純子さん石垣島北西部のカビラ地区で生まれ育ち今も行事で舞踊に参加している毎回どの行事でも全員うちの家族は 参加する形なんですよなのでそういうのが当たり前っていうのもそうだし一緒にできて嬉しいなっていうのはありますね子どもたちともそうだし自分のお兄ちゃんお姉ちゃんまあ、お父さんお母さんとも一緒に踊ったりとかもするのでその辺で絆深いかなと思いますその代々踊ってきた方から習いて次に同じく舞踊に参加されているハエノミサトさんにもお話を伺った やっぱ踊れるっていうありがたさもあると思い八重山って地域ごとで行事がたくさんあるんですけどその中でも踊れられ踊りがあのその地域でしか踊れない踊りとかもあるんですねそれに参加できるっていうありがたさも伝統行事の良さなのかなというのもあります。ここで 石垣島の伝統行事をいくつか紹介する旧暦の7月13日から15日に行われる「アンガマーはあの世からの使者であるシュマイと海イがお面をかぶりファーマーと呼ばれる子を連れて現世に現れ石垣島の家々を訪問し沈文堂や踊りなどによって先祖の霊を供養する行事であるあ種取り祭。 毎年1月頃に海辺と街中の2カ所で行われる稲がたくさん実り大きく育つことを模した行事が行われ神様に感謝し豊作を祈願する行事である決願祭旧暦の8月から10月の間に行われ神の加護により農作物の収穫がすべて済んだことに感謝し 来季の豊作と住民の健康子孫繁栄を祈願する行事である取材をしていく中で我々はお二人の伝統行事に対する思いに触れることができた やっぱりどん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 そういうやってくれる人がなかなか少なくなってきてるなっていうのが現実ではありますねなので逆に県外の人とか地元の人とか分けずに仲良くやっていけたらこのずっと継承していけるんじゃないかなと私は思ってます本当にみんなが伝えて伝えて伝えて出てきたものだから守りたいいいっていうのは本当に思います、ね、だから自分が携わってるからこそ自分も守っていかなきゃいけない。 なんだろう、できるものだし、うん、お二人とも伝統行事を継承することに使命を感じていた、ここで私たちは伝統行事に込められた先人たちの思いに気付かされた。先人たちは 子孫へ幸せな未来への願いを託していたのではないだろうかさらに我々は小木戸久子さんにお話を伺った祭祀について、はい、祭りについてというのは小木戸さんは平井地区で官司として祭祀に携わっているその他舞踊教室や観光客のおもてなしなど 多方面で活動されている小堂さんが勤める塚「勘つさ」とは地区の神事を取り仕切る責任者である代々世襲で先祖から受け継いでいるがなり手がおらずいなくなった地区も存在している小木堂さんは勘つさとして一般の方とは違った形で行事に関わっている。 行事でではつかさしし立ち入るることができないい場所も存在している神様に感謝を伝えることが自分の使命なのだと私たちに教えてくれたそんなお義堂さんがこれまでの人生勘つかさとしての経験からたどり着いた私たちに伝えたいことを語ってくれた、うん、そうそう。 でね、私はね、皆さんにね、あの何かね、分かってもらいたいことが一つある。石垣島を含む八重山諸島には、1637年から1903年まで266年もの間、人頭税という税が存在した。それは財政の悪化した琉球王府から課せられた。 他のの地域に類を見なない過酷なものであった自分たちが生活するための食料や収入がなくとも人頭税を支払わなければならずそれにより命を落とす人も多くいたのであった。あのね、ということでその当時の八重山の女性がこの島の女性が。 どんなに子供を大事にし、どんなにこの子が偉くなってほしいと。ね。農業こそ大変だと。農業してたらもうこんなみんな絞られる役人になってほしい。あの、沖縄に行けるほどの役員になってほしい。ということを歌にしたのある。子守、り。子供をあやしながらこういう歌が作られてる。歌うから聴いてみて。 「すんだらまれおりすまむつは」 すんかきじょうずんなりたごりふりとるじょうずんなりとりつんだらなりたごうりすまぬかがみ なめなみて波波るけどさこれの心はさスマムツファーって言ったら役に立つ人よスマムツファーが生まれたよフンダグファーともっと大きい国を抱くほどの子が生まれたよ積んだら丸折り積んだらって,って愛しいという意味なの農業は炭もいらないよ筆もいらないよ だからあのお勉強がでよくできる人になってほしいという親の願いそしてフンの宝この人は国の宝とこういう人になってほしいというのが八重山の子守唄なんです私これね世界に類を見ない子守唄だと思う辻斬りもいたし戦争もあったし だからそういうのであの悔しくて亡くなった人っていのいっぱいいると思うのその何代かの生まれ変わりが今の私たち代であなたたちであるからそういうこのご先祖のね、えー、供養をしてあげるということもまた大事なことだと思うわからないです私たちは生きてる1代しか生きないからだから生きてる自分は正しく頑張って生きるということよ 周りの人を大事にし、尊敬し、立ててあげる。難しいね、生きるって。さ、生きていきましょう。楽しく。先人たちは行事を通して未来の愛する故里が発展していることを願い、その気持ちを現代の我々に伝えたかったのかもしれない。 そして今、行事に参加することとは先人たちへの感謝を伝え、また未来に向けて幸せを願う気持ちを表現することになるだろう。今回の取材を通して先人たちへの感謝、幸せな未来、身近に行事がなくとも忘れてはいけない大切な気持ちに改めて気づいた。